兄弟からお届け研究者図鑑。こんにちは。さまざまな分野の研究者を365日毎日ご紹介する研究者図鑑のお時間がやってまいりました。私案内役の西尾です。本日ご紹介する研究者は京都大学大学院工学研究科の山本浩二さんです。山本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は京都大学の、山本さんの実験室ですね、からお届けしております。それでは本日山本さんにお聞きする内容なんですが、こちらの3つのキーワードになっております。では早速1つ目からお聞きしていきたいんですが、こちらですね、生態機能を育てるということで、こちらはどのような内容の研究なんでしょうか。はい、今専門にやっているのがですね、再生医療の分野で、特にやっているのが軟骨を再生なんですけれども、多くの研究がですね、例えばその細胞に対して、何かこう刺激を与えるとその組織を作っていく構成成分ですね、例えばタンパクであったり、そういったものをたくさん産生すると、とにかくその産生さえすればいいという方向で、研究が進んでいることが多いんですけれども、よく考えてみると、例えば生体の組織であるとか、軟骨であるとか、そういうものっていうのはこういわゆる生命活動、を通して、機能なり構造なり、そういったものができてきますので、そう考えると、その単純に例えばその組織を作るためのタンパクが多ければいいかといえばそういうものじゃなくてですね、その結局出てきたものがどういう位置関係にあるかとか、どういうふうに構造が出来上がっていくかっていうことが非常に大事な要素で、それが出来上がってきて初めてやっぱり機能というものが育てられてくるというふうに考えてるんですね。そうすると、いわゆる我々が分かっている機能を何かこう設計して作っていくんではなくて、そういった環境を整えてやってですね、機能が育てられてくるというような状況にするにはどうしたらいいかということを考えて研究すると、主にそういうことになってますね。なるほど。ではもうそういう生態機能を作り出すとか、そういう設計するというのではなくて、この育てるというところに非常に、そうですね、もちろん設計がゼロかというとそうではないんですけれども、何らかの設計概念というのは頭に置きながらですね、最終的にその単純に何かこう増やすとかそういうことではなくて、機能が育つ環境をですね、整える、そういうことですね。ほう、なるほど。それではその例えば軟骨の場合は、その育てる環境というのはどのようなものでしょうか。はい、そうですね、我々がやっているのはですね、生体 の、 そのさっき言ったように生命活動を通してということを考えますと、例えば軟骨組織ってどういうところにあるかというと、膝であったりですね、股関節であったりは非常にこう、周動滑りが加わるような状況にあって初めてこう存在している組織ですので、そう考えると、いわゆるその滑っているという状況ですね、ということをとにかくその培養環境に付加してやるんですね、そうするとそれに応じてその構造なり機能というものが出てくるということは、我々の実験でも分かってまして、例えば具体的には摩擦係数がですね、そういう環境で育てていくと、非常に、低い、あるいは摩擦係数が上がりにくいというような、組織が出来上がってくるということが、分かっています。そうなんですか。ではその育てるときに、ただ単に育てるというのではなくて、そういう摩擦の常に起こっているような、そうですね、ある動きのある環境を作っていると、そういう実際に出来上がってくるものも摩擦係数が少なくなると。そうですね。それが必然性があるかと言われると非常に難しいところではあるんですけれども、例えば単純にその滑りではなくてですね、単純に圧縮であるとか、あるいは他の生水圧とかですね、そういう他の刺激を加えてやってるのとはまた違う状況に当然なってきまして、そういう、単純に例えば圧縮を加えて組織量を増やしたっていうのとは比べると、やはり摩擦が、潤滑というものに関しては、良い組織であろうと考えています。そうなんです。それはすごい、なんて言いますか、興味深いことですね。何か細胞自体が何かそういう環境というのを何かしらこう察知してといいますか、反応しているわけなんですね。そうですね。細胞自体が反応し、察知しているかというのは非常に難しいところなんですけれども、少なくともそういった環境で細胞自体が育ってきてます。もともと体の中にあるときに育ってますので、そう考えると何かしらそういう、環境にレスポンスですね、応答していく、状態というのは持っているとは思うんですね、そういう、ただ本当にそれを察知したかというのはまた別問題とは思うんですけど、難しいと思うので、
まあ、まあ、そうしたところのメカニズムはまたもう少しさらに基礎研究的なところ、そうですね、基礎研究的なところでやっているという感じですね。はい、はい、なるほど。こうしたこの生体機能というのをまさにそういう摩擦を、まあ、その例えば関節の場合は軟骨の場合はそういう摩擦が起こる環境が自然だということで、そうですね、そうした中で実際に育てるとそうした機能というのもやはりこの環境に適した機能というのは、そうですね、まあ、できればそういうふうになるだろうと、なるほど、で、まあ、実際まあなっていると、あ、僕らの研究ではね、はい、っていう感じですけど、はい、まあ、具体的にではその実験の方法としましては、はい、あの例えば軟骨の場合はそういう、まあ、摩擦のある環境に置いたりとかっていうことだと思うんですね。そうですね、はい、まあ、僕らが目指しているのはあくまでもその臨床的にも応用できるものを目指しているので、はい、当然医学とか臨床現場で使える装置っていうのを作っているんですね、はい、でその中で、まあ、そうすると非常にこう清潔な状態で、はい、人の手に触れることなくですね、うん、まあ、湿度とか、二酸化炭素の濃度というのを一定の中でやらないといけないんですね、はい、まあ、そういった状況でやると、まあ、非接触でこう回転させられるような、はい、装置を使いまして、はい、で培養装置の中にそれを全部入れてですね、はい、でその中に培養組織を入れていくと、はい、で一緒に回転しながら組織を培養するということを行っています、はいはい、あ、なるほど。だかなりそういった意味ではデリケートな環境を作る、そうですね、ものすごいデリケートですね、はいはい、その中で、まあ、そういう意味ではかなり医学的な方と、まあ、工学的な方と、はい、なんかすごく、まあ、いろいろな方がおられるということなんですね。そうですね、まあ、研究室自体が普通に医学研究科の方もいれば、はい、まあ、整形外科医、はい、あとはまあ工学研究科の学生と、はい、まあ、他にも理学療法士ですね、はい、とか、まあ、以前は 薬剤師とか獣医師っていうのがおられたんですけれども、はい、まあ、現在はそういうスタッフでやっておりますけど、はい、なるほど、まあ、かなりそういう意味では学際的な、そうですね、非常に学際的な研究室ですね、はいはい、まあ、その中でまあデリケートな環境を作ってこの育てるということをされてます、はい、そうですね、なるほど。それでは2つ目のキーワードに行ってみたいんですが、はい、生体の持っているしなやかさということなんですが、はい、ええ、まあ、こればっかりはですね、ええ、非常に大雑把で申し訳ないんですけれども、ええ、まあ、工学だけじゃなくていろんな世界でこれはまあ当然言われている話なんですが、はい、まあ、結局何かを測定するとかですね、はい、例えば何かを作ると生体に対してそういうことを行うとですね、はい、結局精密に作ってもこう生体の持っているいろんな、まあ、その吸収するなんていうんですかね、状態というんですかね、はい、そういったものに全てこう情報が埋もれてしまうということが非常にありまして、はい、まあ、結局そういったところをこういかにですね、はい、まあ、我々はこう見て感じてですね、はい、その測るというよりはむしろ僕は感覚的に感じるものだとは思ってるんですけども、はい、かというところで、うん、まあ、こういうキーワードをちょっと挙げたんですけどもね、まあ、実際に今具体的にはどういったところでそのしなやかさによって吸収をされているんですか、ね、うん、非常にそれ難しいんですが、はい、例えば工業材料の代わりに例えば細胞であるとか組織というのに単純にこう変えて測定してもですね、はい、生体そもそも細胞一個一個がですね、はい、まあ、一個の個体を作り出すぐらいのこうバクとしたエネルギーとか、あー、はい、まあ、そういったものを持っているぐらいのものなので、はい、それが作り出した組織に対してですね、はい、工業材料と同じ測り方をしても、はい、決して見たいものは得られず、はい、まあ、結局測れば測るほどよくわからない状況になるっていうのは往々にしてあるんですね、はい、まあ、そういったところなんです。具体的に何かっていうのは非常に難しいんですけれども、あとはやはりその生態というのはやはり金属と違ってその時の環境や時間によって変化をしてしまう。そうですね、時々刻々やっぱりこうその物性値っていうのが当然変化していきますので、はい、時間のスパンっていうのを常に考えてやらないと、はい、結局その時間で何を見たかっていうのが分からないんです、ね、はい、そういったところでも、はい、まあ、もともと育っていく組織ですので、はい、金属みたいに固定してずっと例えば腐食していくとかで、はい、劣化していくんではなくて、はい、むしろ育っていってどん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 大きくなるとか、逆方向に行く、はい、物質ですのでね、はい、そういったことも考えてどう測定するか評価するかということを、はい、まあ、やっていかないといけないかなと思います。ある意味そういったところというのはこの研究の面白さといいますか、はい、ある意味追求していきたい目標みたいになっているんですか。そうですね、一つの目標になってますね、はい、まあ、僕の中でその、まあ、基軸としているのが先ほどから言っている少し摩擦という単語が出ていると思うんですけど、はい、まあ、トライボロジーという学問分野をまあ私専門にやってたんですが、はい、
トライボージってね、基本的には例えば擦れてなくなるとかですね、はい、消失していく方向のことを取り扱うことが多いんですが、はい、生体って先ほど言ったように擦っていることでどんどん組織ができてきたりですね、逆に擦ることで機能が存在しうるっていうことがあり得るので、はいはい、まあ、そういったところで、なんですかね、その分野の、まあ、トライボロジーという部分ですね、はい、中心にはちょっと研究をしていると、はい、でそれをモチベーションにやっているというところはありますけれども、ではそのトライボロジーというのがもともと大きな、そうですね、軸になって研究をしているという感じですね、はい、まあ、その中でも生態というのも、ね、そうですね、気になって、はい、まあ、ただやはりこのしなやかさというところでですね、はい、ただそれを基軸にやっているとこう、はい、やはりそれだけで得られない何かしらもっと必要な感覚、まあ、それは具体的に言うともう少し医学的な部分にはなってくると思うんですけども、はい、それを学ぶとかではなくてですね、はい、まあ、それをあくまでも捉えた分かった上での感覚、はい、それを持っていかにそのトライボジーという学問にまた還元するかとか、はい、あるいは組織というもの生態組織 の、 その例えば測定であったり評価というものに取り入れていくかということが重要かなとは思っています。だから現在はある意味工学的なバックグラウンドが一番、そうですね、まあ、今現在は非常にまあ工学的なバックグラウンドを持ってやってますけれども、はい、ではこのしなやかさを捉えるには工学的なバックグラウンドだけでなくて、まあ、医学的な、そうですね、医学的なバックグラウンド、まあ、もちろん医学のアプローチそのものがじゃあ完全かとか、はい、それでもって全てが捉えられるわけではもちろんないと僕は思ってるんですけれども、はい、ね、ただ少なくともじゃあ工学だけでいいかっていうと、はい、決してそれもやっぱり違うんですね、はい、まあ、結局以降連携と言いながらやりながらやってても、はい、結局どっかでこうどっかで何かしら離れていく感覚っていうのが僕の中でありまして、はい、もちろんまあ他の方は分からないですけどね、そうなった時に何が違うかっていうことよりは、まあ、むしろそのどっかで感覚のズレがやっぱり生じる、はい、具体的な何かではなく、やはりこっちが持っている工学者が持っている感覚とどっかで医学とズレてくる、はい、あるいは医学が持っているあるいはターゲティングとしているものが工学とはズレてくる、はい、でそれは非常に、まあ、見るスパンであったりアプローチ、はい、フォーカスする視点っていうのを全然その似てるレベルがやっぱちょっと違ってくるところがどうしても出てくるので、はい、そこをうまくね感覚を持ってこう、はい、なんとか統合したいなっていうのは思ってますけども、なるほど、まあ、目標としましてそういったものをうまく統合させることによってこの生態に持っているしなやかさを捉えると、そうですね、具体的には非常に言いづらいですけど、そうです難しいですけど、なるほど、はい、まあ、そのためにさまざまな方法を今、まあ、トライアンドエラーで、そうですね、トライアンドエラーしてされてるわけですね、はい、じゃあ3つ目のキーワードなんですが、はい、今度目標も育てるっていうことで、はい、まあ、一つ目にこの生態機能を育てるというのが大事だということだったんですが、はい、目標まで育ててしまうということですね。そうですね。まあ、僕のこれはもう生き方にもなるんですけれども、僕自身が大学学部時代から、はい、まあ、修士とこう博士と徐々にこう、なんて言うんでしょうね、自分がやりたいことっていうものに対して、はい、まあ、非常にそれやってる時っていうのは当然面白みであったり、自分なりの、はい、モチベーションを持ってそこを選んでやってるんですけども、うんうんうん、どうしてもその中でこう例えば初めにいたところでは非常にまあ何の役に立つのかっていうのが非常にまあ遠いところにあったんです、はい、それが分かるのがね、はあ、はい、あ、その時にされていた研究、そうですね、例えば学部4年の時にやってた研究、はい、まあ、で、まあ、マイクロトライボジーという分野をやってたんですけども、はい、それが、まあ、例えばどういう役に立つのかっていうところの答えが出るのに非常に自分の中でその当時の自分の中に遠いところに答えがありまして、はい、もう少し分かりやすいところでやるっていうのが僕のモチベーションにあったんですね、はい、で、まあ、それで修士の研究に移ったりしたんですが、はい、まあ、そうやって徐々に研究分野っていうのを移ってきてたんですけれども、はい、まあ、今はもっぱらその研究分野っていうのに非常に満足はしてるんですが、はい、まあ、その中でどういう研究をするかっていうことに今度移ってきてまして、はいはい、でただそれっていうのも決して初めからこういう目標を立てて研究をしてるというよりは、はい、まあ、やはりその時々の自分の状況、はい、いろんな状況環境を含めですね、まあ、目標自体が、はい、徐々にそれ変化しながらですね、まあ、自分の中で大きくうまくなつさってると思ってるんですけども、はい、なるほど、そういう方向に行ってるんじゃないかなと思ってますけど、はい、まあ、ある意味学部から修士に行くとき、はい、もしくは修士からドクターに行くとき、はい、そこからまあ現在の研究室に、そうですね、まあ、来られてという、そのそれぞれの転換期ごとに目標が徐々に大きくなってる、はい、そうですね、まあ、転換期って非常にやっぱりいろんな意味でこう自分が転換する前ってかなりやっぱ悩むので、はい、その時点で転換を志した時にすごいエネルギーというのをやっぱ使うんですね、はいはい、
でそれはまあさっき言ったその細胞の話じゃないですけれども、はい、やっぱり細胞が組織になるってある種こう、はい、非常にエネルギーを費やす状況だし、はい、逆に今組織になってエネルギーを溜め込んでいく状況も当然あるので、はい、そういったように、まあ、僕の目標自体も、はい、とてもエネルギーを費やしながら変わっていきつつ、はい、全体として見たら大きくなってるんじゃないかなというふうに考えてますけど、ある意味この目標の細胞モデルみたいな、まあ、そうですね、どっちかというとそんな感じ、はい、なるほど、同じようにそういう、まあ、エネルギーが、まあ、溜め込まれる時期、はい、悩む時期があって、そしてそこで一気にエネルギーを使って転換した時に大きく成長して、ね、当然その時にはあの周りの環境のエネルギーを取り込みながらね、はい、やってるっていう感じですけど、はい、なるほど。それで現在もこの、まあ、生態の持っているしなやかさというのの追求というのは、はい、まあ、この大きな目標というのがどんどん成長しているところだ、うん、自分ではそう信じてます、はいはい、そうしますと、まあ、また今後もいろいろな、まあ、転換というのは人生の中であると思うんですが、そうですね、まあ、それを経てこういった目標というのは目標自体も大きくなりながら徐々に実に近づいていくと。そうですね、はい、で、まあ、先で具体的には非常に難しいんですけど、はい、先で出てたようにやはり自分としてはもう少しこうメディカルな部分の、はい、いわゆる知識とかではなくてですね、はい、感覚っていうのを次、まあ、身につけていきたいかなというのが一つ大きな、はい、育っていきつつある目標かなという気がします。なるほど。まあ、あのお聞きしていましたらこう研究というのは非常に、まあ、なんて言いますか、論理的なものだと思うんですが、その中でも非常に感覚的なことというのに対して、そうですね、まあ、感覚だけでももちろんできないですし、はい、でまあ、特に自分が使っている分野が、はい、いわゆるロジックだけでどうにかなる世界でも当然なかったというのが今までの経験なんですね、はい、ですのでもちろんそこは外してはいけないところなんですが、はい、どうしてもそのいわゆるある種第六感的に捉えるような部分というのがない限り展開しづらいところであるのでですね、非常にその感覚というのを僕は大事にしたいなと、それをまあ常にこうアンテナを張って捉えていきたいとは思ってますけど、なるほど。いや、非常にいろいろとあの面白い興味深いお話をお聞かせいただいたんですが、ちょっとお時間の方もやってまいりましたので、はい、本日の研究者図鑑はここまでさせていただきたいと思います、はいはい、本日はこのこちらの3つのキーワードでお話をいただきまして、はい、まあ、研究の内容としましては生態機能をこの育てるという、そうですね、育てるという、まあ、あの細胞にさまざまな環境を与えてあげることによって作り出すのではなくて育てるという、そうですね、いうことをされているということで、はい、そしてそういった研究を通じて生態の持っているしなやかさというのをですね、まあ、あの捉えるようなことを、まあ、工学的なバックグラウンドと、まあ、医学的な感覚というものをまあ、うまく融合させて捉えていきたい。そうですね。そして、まあ、目標自体、ご自身の目標自体も、この細胞を、細胞が育っていくようなのと同じような、うん、形で、まあ、育っていっている、ね。ご自身の人生の中での転換期がですね、はい、大きくなっているということで、ぜひ今後もですね、はい、この細胞と目標と、そうですね。両方、大切に育てていただいて、はい、また次、またその次、その次の転換期というのが、どのようになっていくのかというのを私も非常に楽しみにしています。ありがとうございます。ぜひ今後も頑張っていただければと思います。どうも本日はありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。それでは本日の研究者図鑑はここまでです。また明日お会いしましょう。さよなら。